続いたこともありますけど、そうですね、まあ、シングルマッチ試合目ですので、どうしても序盤戦はね、探り合いというかこういった展開になるんでしょうけども、そうですね、また両選手が丁寧に戦ってるってことじゃないですか。そうですね、定石通りね。意外と井上選手、高子選手はグラウンド好きですよね。また、まあ、もちろんあの膝十字あるいはね、関節技が得意としてますので、はい、おっと今キューティーコールとともに、今あキューティーがアキレス腱入ったんですか。そうですね、取り返しましたね。キューティーが、はい、アキレス腱取り返していきますね。さあ関節技でも劣らないとというね、キューティーの気迫なんでしょうが、しかしここは井上高子選手もこれだけのファンに、今日で武道館のシングルですから、はい、この1万何千人のファンに嫌なやつだなって思わせたら井上貴子の勝ちだと思いますね。あんまりいこぶっちゃいけない選手ですもんね。特に最近の色としてはね、そういう感じですからね。貴子ファンはまたそういったものを期待しているんでしょうね。まあ、いじめっこやった方がいいと思いますね。どちらかというと山本代表、はい、キューティー鈴木は耐えるレスラーですよね。そうです ね、耐えて耐えて、そうですね、はい、やっぱ体がないですからね。この子はでも本当に怪我をしないですね。あ、そうですか。全くあんだけやられてもね、キューティーはあの関西の通天閣とかスプラッシュマウンテン食った数一番多いんじゃないですか。そうですね。あれは食らいたくないですよね。あれはあんだけ食ってももうひろっとして出てきますもんね。この前 の7月30日の横浜大会でも、はい、あのメインの8人の時に最後、はい、もう本当にどこかの雑誌に書いてありましたけど、野戦病院のようにみんながね、これはうまい返し技。今オーロラスペシャルをうまく返したんですかね、キューティー。そうですね、はい、このあたりを研究しているんでしょう。おっと、ストバックに一発目の DDT。 まあ、キューティーがこうなんていうか、そのダメージをうまく吸収してしまうような体型だと思うんですよね。なるほど、うん、投げそのままね、バックドロップを落としたという感じですね。はい、じゃあこの辺りから試合の流れ動いてまいりました。そしてロープに振って、うん、あっとドラゴンスリーパー。いいですね。ロープに振った分ガッチリと首根っこ、ご覧のようにガッチリと入っております。リング中央でドラゴンスリーパーの体勢はキューティー鈴木。苦しい表情に様相が変わってきたこの井上貴子。ロープまではちょっとまだ距離があるか。キューティーはこうやって粘っこく攻めた方がいいですね。まあ、下馬評ではね、山本さん、はい、はい、いらっしゃるのなんですけれども、はい、どうしても貴子有利という戦前の予想はかなり多いんですけれども、はい、キューティーはやっぱりそのあたり勝機というのはどういうところに見てますか。やっぱりいや、僕はね、真正面からぶつかっていいと思うんですよ。そうですか。体格の差がありますけども、はい、JDT はそういう無差別級がうちの売りですからね、はい、変に小細工に走らないで、うん、もう真っ向から力勝負がいいと思いますよ、うん。その力勝負というお話の通り、豪快にジャンピングしての DDT からもう一度ドラゴンスリーパー、うん、こういうちゃんと今までの体勢に戻るのいいんじゃないですか。さあ、粘っこい攻め、ぐいぐいと締め上げ、そしてかかとのスタミナを徐々に奪っていこうという作戦か。もう普段の、ね、表情とは打って変わって厳しい表情両選手ですけれども、キューティーなんか手応えあるみたいですね。どうですか今日のキューティーの動きは。あ、いいですよ、すごくいいですよ、はい、全く無駄がないですね。そうですね。かなりこれドラゴンスリーパー長いですが、高子のショーモードどうなんでしょうか。今やっとロープブレイク。さあ、ゆっくりと起こしてアプリ逆に振られて、あっとここは高子得意のアームホイップ。しかしまだちょっとダメージが残っている、そんな仕草を見せました高子ですが、今度は逆にスリーパーホールドから、あっと来て破り、逆にドラゴンスリーパーを見舞っていった。さあ、今度は1点、キューティーが過強に立たされている。体の大きさが、
あれですね、体の大きさが違いますから、はい、先ほどのキューティー選手のドラゴンスリッパーよりも井上貴子の方が見事こう回って持ってるっていうんでしょうね。それだけにちょっと脱出するのはね、あと今やっとロープブレイクですが、足を丸めましたか。足も掴んで、足も抱え込んでる。お、うん、新しいですね、これが複合技のドラゴンスリーパーになってきましたけども、さあキューティー鈴木苦しくなってきました。これではロープブレイクはできません。左足を精一杯伸ばして、やっとの思いでロープブレイク。さあ今度は赤コーナーから釘付けのラリアットを磨ったんですが、これはうまくかわしていったキューティーですが、しかしキックで倒されて、おっこれはやばい。さあカウントは、おっとカウント2。今の攻撃はキューティー非常に得意ですよね。そうですね、意表をついたね、はい、バックフリップからミサイルキックを狙ったんですけれども、これはよく見ていた井上隆子、ラリアットをかわしてジャーマン。さあブリッジも綺麗に決まって、カウントは甘い、カウント2、カウント2。さあこのあたり10分を過ぎてからの攻防、そうですね、ずっと出ているとこの人はこれがあるんですよね。フットスタンプ、背中にも向かっていった。そしてそろそろキューティーも手の内を次から次へと出していくのか。コーナー最上段から何があるんでしょうか。出ました、フットスタート。今うまくかわしたんですか。ええ、最上段からね、食らってたら井上隆子危なかったですね。あれを食っていたらちょっと厳しい状況に追い込まれていた井上隆子ですからもよく見ていた。さあそしてロープに振って、今度はチョークスラム。タカコもこの技をかなり多用してますけどね。さあもう1回というアピールとして、リング中央でホールの体勢でカウントは2。ブリッジで返していったキュークイ鈴木。あ、今度はなだれ式のアームホイップか、あるいはなだれ式のノア落としか。アームホイップですね、これは。さあ得意の、あ、これは飛距離もあった、スピードも十分という感じでしたけども、リング中央。さあカウントは2。こういうところがキューティー鈴木を刺したところですね。そうですね、攻めているのは井上隆子ですけれども、この技を本当味方によらずタフなんですね、はい、吸収していってしまうようなね、このキューティー鈴木は。でもこれをもらっちゃう、あーっと流れ式のど落とし、これはボロに入った、ダブライ。おっとカウント2、これが決まらないとなると井上隆子選手ももう一枚あの新しい技が、そうですね、必要ですね。そうするとやはりこの間の尾崎を仕留めたクロスアームオーロラスペシャルというのもありますので、このあたり出してくるでしょうか井上隆子。それにしても打たれ強いはキューティー鈴木。今 あれだけの寝た状態で切りましたね、はい、うまくねお腹に入れて、あーっとバックドロップホールドだ。あれは危ない、カウント2。さすがに打たれ強いとは、まあ、もちろん試合前から井上隆子も分かってはいたんでしょうが、そんなに打たれ強くないかもしれないですけれども、うん、あの頑張り屋で跳ね返すって感じじゃないですか。あ、なるほど、あ、うまく返して、あーっとバックドロップドラゴンスープレックスホールド、これもキューティーの大技が危ない。今は上がった井上隆子、一瞬の返し技、ドラゴンスープレックスホールド。今キューティーはネット入ったというね感触でいたんですけれどもね、レフリー村山大地のではやっぱり初め寸前のところで止まっていた。あー、しかし、あー、投げっぱなしやまん、タカコらしいですね。やっぱりこの2人はあれですね、あの、ただのアイドルじゃないですね、やっぱストロングアイドルというのは新しい言葉を作らなきゃいけないですね、はい、やっぱりどこに出しても恥ずかしくない試合ですよ、これは。